個人的にはやっぱりプレイステーション3の値段もね下げていただいてね。あ、今年下がるでしょうね。そうですか。いや、なんかネットでなんかいろんな噂流れてるもんね。もういろんな噂、なんかだって4月に100ドル下げるみたいなこと言ってるアメリカ人のアナリストとかいるよ。はあ、うまかいなっていう感じするけどさ。はい、でもまあ下がるんじゃないのかね。なんかね、うん、全世界的には経済的にも不景気 な感じですけど、意外に欧米ゲームは売れたう、そう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 、すごく人気あるね。はい、Wii はなんか去年の倍売れてる、あ、おととしの倍売れたでしょ。はいはい、でプレイステーション3もだいたい4割から5割増しぐらいで売ってるよね。はいはいはい、うん、まあ車は買えないけどゲームは買えるよねっていう。そうなの、外食と旅行をやめて、はい、ゲームに行くっていうの結構多いみたいだよね。あ、じゃあ今年は結構いいかもしれないですかね。うん、だからそのことを考えるともうちょっと値段高いと売れないからね。はい、値段が高いと売れないので、やっぱりこう400ドルじゃなくて300ドルにしたらもっと売れるんじゃないかっていう説がありの、あ、はい、お、決算が悪いとそう下げられないだろうっていう説もあるので、そうですね、さあどっちでしょう。まあね、トヨタですら、ね、赤字、ソニーも赤字みたいな話で言うとどっちですかねみたいな。でも下げるでしょう。下げる、ダメだと思うよ。下げなきゃダメだと、強いメッセージがこんなところでも、うん、本当に下げなきゃダメだと思う、もう祈るかのようにのメッセージを。毎回一番最初からずっとそう言ってるんだけどね。疲れてないと思う。疲れてますかな。下がる絶対。ね、でも今年はね、うん、日本のゲーム業界的に言えばやっぱりドラクエも出ますし、うん、そうなのよね。週刊ファミ通でランキング期待の日下がった時にね、はい、去年と今年、あ、今年と去年、はい、全く同じものが1、2、3なのね。はいはいはい、ドラクエ、FF、バイオ、はい、去年それが全部出なかったのが、はい、今年全部出るじゃないですか。はいね、今年はソフトいっぱい出るんじゃない。そうですね、うん、2009年はなかなかソフトが売れる年になるね。はい、ようやくようやくようやく。でもドラクエも出て、 FF も出て、バイオも出て、モンハンも出て、うん、いい年なんじゃない。ああ、そうですね、うん、各種に結構花がありますね。そうだね、はい、うん、じゃあ今年のゲーム業界、うん、浜田さん的には、うん、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。それいいんじゃないですかじゃなくて、かなりいいんじゃないですかね。ああ、さすが動画らしくね、ちょっとニュアンスも伝わる感じで、かなり盛り上がると思いますよ本当に。うん、まあ本当キンキンにはね、龍が如く3もありますし、そうだよね、プレイステーション3大変期待しております。本当に、はい、ぜひ部数も伸ばしてください。はい、ありがとうございます。必ず。ありがとうございます。分かったね。ええ、もちろんでございます。本当だよね。